はいどうも。今回はモダン、白赤プリズンを使います。プリズンは牢獄。その名の通り、相手を牢獄に入れるように行動を縛って戦うコントロールデッキです。地染めの月で色マナを縛り、虚空の杯でテーマナ域を縛って、それでも出てくる脅威に対しては、火力と除去で対処します。相手の行動を縛って遅くしたら、あとはプレインズウォーカーを出して勝負を決めます。先駆けるものなひりなら、出した次のターンには、エムラクールを走らせて素早く勝負を決めれますね。それでは対戦の方に行ってみましょう。マリガンなしでキープします。相手はワンマリガン。ウルザの魔力ロセット。で、エンドですね。こちらフェッチ置いてエンドです。塔をセット。探検の地図を設置。そのままエンド。エンド前フェッチ起動。平地サーチして、排斥サイクリング。ちょうどよく妨害カード引けました。エンジンも使って地図を追放しましょう。払拭の光キャスト。場に出た時に地図を追放。これでエンドです。森セット。歩行バリスタ位置で召喚。平地置いて、構えてエンドです。ウィンの聖域セット。バリスタ殴ってきます。一旦もらっときます。エンドでバリスタ処理しましょう。稲妻の螺旋。相手スタックバリスタパンプ。さらにバリスタ能力で本体2点。螺旋は対象不適切で打ち消されます。山を置いて、ナヒリを召喚。プラス起動。もう1枚のナヒリを捨ててワンドローします。これでエンドです。彩色の宝球設置。即使用してワンドロー。鉱山セットでウルザランド揃いましたね。しかしそのままエンド、8マナではまだ動けないみたいです。とりあえずナヒリプラス。螺旋を捨ててワンドローします。反落の先導者チャンドラを召喚。プラスでマナを出す。2マナ使って虚空の杯1で設置。これでエンドです。鉱山セットして11マナ。全部使って約束された週末エムラクール。次の私のターンは相手が操作します。さらにウィンの聖域を探って無色生物をサーチ。絶え間ない息が裏モブ持ってこられました。なかなか良いドローですね。まあこのターンは相手が操作するんですけどね。ナ
ヒリ奥義軌道、ライブラリーから生物化ファクトを探して直接場に出せます。出したやつは速攻を持ち、エンドに手札に帰ります。エンジンの指導霊をサーチ。それに対してチャンドラで4点。あとはマナタップして終了ですね。このターン終わったら、操作が戻って私のターンをもう一回です。結構ボロボロにされちゃいました。とりあえずチャンドラプラス。ときめくれて相手に2点。血染めの月を置いて裏モブ出されるのだけは防ぎます。戦闘フェーズ。エムラクールパンチ。本体もらって残り3です。神引き来ました。落ち着いてまずはチャンドラでトップめくりから。全体3点打っても意味ないので相手本体2点与えます。そして試練に臨むギデオン召喚。プラス起動でイムラクールを封殺。これでエンドです。相手土地を木の実でそのままエンド。エムラ殴りますが、軽減されてダメージありません。一応確認取った感じですかね。ギデオンプラスして封印継続。土地セットして、チャンドラプラス起動。同じギデオン出しても意味ないので、本体2点。重ねても意味ないので、チャンドラ奥義後に取っておきます。相手ドロー号でエンドですね。月とチャリス、そしてギデオンで封じれてるようです。ひとまずギデオンで封印。次にトップめくり。土地だったので本体2点与えてエンドです。相手行動できず、完全ロック入ってますね。チャンドラプラス。出せるから召喚しましょう。復讐のアジャに召喚。効果は意味ないけどプラス起動。ギデオンでイムラ封印。土地置いてエンドです。相手まだ封じれてます。これなら返しで詰めれますね。まずチャンドラ奥義軌道。神々の憤怒から打ち、チャンドラ紋章で本体5点。月2枚目キャスト。紋章誘発で追加5点。最後にアジャに能力、本体3点。レスポンスなし、1本目勝てました。ギデオントップできたのが大きかったです。さて、サイドですね。マトリックスで封じれるのは忘却石ぐらいかな。入れようかどうか判断に迷ってますね。とりあえずいらないもの外すとこからやっておきます。全体除去5枚はいらないです。
意志のような静寂ならマナファクトも封じれる。忘却意志だけだとしても十分なのでマトリックス入れときましょう。エルズペスも一応入るかな。余った場所に神聖な協力入れときます。この60枚で2本目いきましょう。後手、宝石の洞窟ある。良いですね。キープして、始まる前に洞窟セット。稲妻の螺旋をコストとして追放。相手等セット。そして彩色の星設置。石のような静寂を設置して相手の星を封じます。洞窟で先手後手入れ替えれたの大きいです。相手もリセット。そのままエンド。戦術ランドセット。土地いらないのでボトムに送ります。これでエンドです。割られなかったので、リッじゃないかな。それとも月用に温存してるのかも。相手鉱山置いてエンドですね。土地4枚目置いて、チャンドラ召喚します。トップめくって相手に2点。これでエンドです。塔2枚目セット、揃ってはいない様子。何台の予見者召喚。場に出た時に追放犯です。布告除去追放されます。チャンドラマイナスで予見者除去します。場を離れたのでワンドロー。静寂重ねておきます。相手見えてた土地を置いてエンドします。幽霊街セット。予見者2体目召喚。ハンデス誘発しますが土地しかないので外れです。相手そのままエンド。土地を置いてまずはトップめくり。螺旋めくれました。なひり出してもマナー丸し打っておきましょうか。本体対象に稲妻の螺旋。3点ドレインです。その後なひり召喚。プラス起動してルーティングします。これでエンドです。で自分の星を割ってワンドロー。4点回復して相手19に。ウィンの聖域セット。戦闘フェーズ。どちらに殴ってきますかね。チャンドラにパンチ。落とせるうちに落とせる方を倒すようです。星設置。引きが強いです。ギデオンジュラ召喚。マイナス起動で予見者を破壊。除去ったのでワンドロー。エンジン追放してマナ確保。チャリス1で設置します。ナヒリをプラスして次に備えてエンドです。魔力炉セット。揃っちゃいましたね。解放されたものカーン召喚。聖域能力誘発。
サクッてサーチ。裏モグ持ってこられました。一気に逆転されましたね。カーンでナヒリ追放。右手が光ってますよ。これ引くぐらいしかないなと思ってたところで引きました。これでまた逆転です。ギデオン生物か。カーンにパンチ。通ってカーン落としました。これでエンドです。忘却石設置。静寂2枚並んでるから起動はされないと思う。追放しても意味ないし、この除去は温存です。ギデオン生物化して殴りに行きます。6点パンチ。相手13にしてエンドです。相手ドロー5でエンド。再びギデオン生物化。6点パンチします。通って相手7。このままエンドです。エンド前にうちにいる獣で月が破壊されました。絶え間ない気が、裏モグ。唱えた時の能力でチャリスとギデオンを追放。古き者の活性キャスト。歩行バリスタが手札に加わりました。相手そのままエンド。引いてきたチャンドラを召喚します。土地置いて、トップめくり。唱えられないので本体2点。払拭の光で相手の裏モグを除去します。獣トークンでパンチ。相手残り2です。土地セット、バリスタ静寂で起動できないから罪ですね。歩行バリスタ7で召喚。ここで相手投了。対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。2本連取ではありましたが、どちらも結構ギリギリです。血染めの月を引くタイミングがどちらも完璧でしたね。トロン相手には螺旋や神聖な協力はいらなそうで、サイドアウトできるので、しっかり対策するならチリヘの崩壊とか積んでおくと良いかもしれません。ただ、サイドから何か外したら、別のデッキ対策がおろそかになりそう。モダンはサイド含めて、ある程度割り切った方がいいのかもしれません。といったところで今回はこの辺で。また次回。ご視聴ありがとうございました。